さあ始まりました遊戯王対戦。今回はインフェルノイド VS サブテラーです。なかなか両方とも大会用のガチデッキを使っているようですよ。まずは先攻でサブテラー側が攻撃で金満な壺発動。デッキから6枚除外してエクストラデッキから6枚除外して2枚ドローします。これなんですけれどもね、サブテラーの場合はね、実はね意外と使っちゃ使うんですよね。主に超融合で超融合で必要なカード複数入れてるんですけど飛んじゃったりするんですよね。さあ何か点はないかというとないですね。2枚ドロー。さあ6枚スタード、強力な壺じゃねえか、強すぎんだろ。さあシャンバラは発動。デッキからサブテラーモンスターを出かけます。もう初手合金、そしてシャンバラスタート。これはもう勝たなきゃっていうか、これで勝てないんだったらサブテラーは何やっても勝てない間違いなく勝てないですね。さあ持ってくるのは動詞なのか、まあハンドにね妖魔などがある場合、あ違う、動詞がある場合は妖魔とかでも OK なんですけれどもね。あとまあリグリアードなども一応候補としてはありっちゃうんですね。まあ決戦などがある場合ですけど、その場合はさあサーチ対象ないんでですね、多分動詞か妖魔があるんですね。でハンドと相談、まあ一応動詞テンプレですね。そしてそのまま動詞をセットするのかどうか。その後にカードをセットしシャンバラと効果、効果で動詞を表にしてデッキから、サブテラーカードをサーチします。さあ4番ですね。テンプレです。これはテンプレ、超テンプレ。そして強力で謙虚な壺発動。デッキから3枚めくります。うーん、これは神戦うわー、チートというか強すぎんだろこのハンドていうかこれはもうあの負けのビジョンがないな。ていうか負けることありえないよ。これで負けたらもうよほど右のプレイヤー雑魚プレイングをどれだけしてるんだという話になるから。さあサウデラ側出ました。通常召喚可能なもう唯一のチューナーインフェルノイドこれどうすっかですよね。ここにどうするか、何かしら遅延しないと意味ないですよね。これは癖割りかモンスター割りか、それとも効果無効果になっちゃうから悩んでいます。神の宣告があることは分かっているので、そこに打つかどうかですな。60枚ですから芝刈りなどにも打ちたい。まあ手札に妖魔は見えていますから。おっと神の宣告、まあまあでもなしといえばな、じゃあありといえばありですよね。さあバトルフェイズ入って拮抗勝負打たされましたね、まあ、でもおっとここで帰ってきましたね。これはもうテンポ取れるんじゃないですか。はい、まあ、4も動詞を裏返しにして再び4万で4万を召喚で2体で誰とお、いや2体ダイレクト、あと2ダイレクトで効果発動。フィールド上のカードを裏返しにして、投資家手札からモンスターを特殊召喚できますね。で、はい、動詞を裏返しにして、対象を取って発動、まあ、自身を対象に取って墓地の妖魔を特殊召喚。お、裏ですか？表でいい気がしますけど。あ、表でね。表が守備表示で特殊。まあ、これをやることによってね、ほうで、あ、リグリアードを特殊召喚。なるほど、なるほど、なるほどか、これうん。で、シャンバラの効果で、1枚を裏側から表にするんですが、で、妖魔を裏から表にしました。あ、表側守備表示で特殊ですね。表側守備表示で特殊。リグリアードは表側守備表示で特殊。さあ、再び召喚。打たせられる可能性が出てきましたが。さあ、どうするか。妖魔を打たされました。ねえ、芝刈り。
あれはということは、あれはトップですね、芝刈り。お見事ですね。トップで芝刈りを引いて、すべての街道にいてたな。まあ、結果論というよりも、無理やりリグリアード出す必要なかったですね。これ、もしかして負けるんじゃないか、右のプレイヤー。あんだけの完璧な所定しといて負けるって。大丈夫？右のプレイヤー。さあ、芝刈りで、枚数分かなり落ちました。リリスとネヘモスも落ちてるので、おで召喚時にセンサー万別ですが、あ、じゃあ落とした時にセンサー万別ですけど、いやーこれはあんまし意味ないな。なというのも、そうですね、リンクをモンスターに変えた後で墓地のリリスなりネヘモスなり出せばいきますからね。センサー万別はあんまり意味がない。いやーこれは厳しいというより、右のプレイヤーがちょっとあまりにもひどすぎるプレイングをしている気がしますが。さあ墓地のインフェルノイドを除外して、どっ出てくるのは3体除外して、ネヘモスかリリース、ネヘモスですね。フィールドモンスターを破壊、全滅で効果。もう無効にするカードが何もないのなら、このまま全滅なのですが、あるのか。いや、そもそもこの状況で何もなかったっていうことはまあないよね。普通ないよね、この状況で。さっきまでで打ってるもんね、何かあるんだったら。全滅したー、お、マジか、おい。サブテラー負けるのか、これ。あの状況で、あのハンドで。さあネヘモスでダルタタック3000ポイント、神の宣告使ってるんで、残り1000ポイントですね。マジか、これで負けるのか、うっそだろ、おい。さあトップドロー、何を引けたか。いやー負けた、うわ負けましたよ、マジっすか。あの初手で負けるとは、残念すぎるだろ、右の男。